ラバーズハート、ファイト。土曜日に開催のオンラインイベント、アイドルマスターミリオンライブシーズンイヤーラバーズハート公演が楽しみでしょうがないんですね。わーいわーい、私たちと同じです。ではでは、楽しみ仲間でギューと思いましたけど、そういえば私レッスンで汗びっしょりなので今はやめておきます。はい、レッスンは順調ですよ。ラバーズハートとして心も体も準備万端です。ん？あ、やっほー、はるかちゃん、お疲れ様。足元気をつけてね。プロデューサーさんも準備に忙しいと思いますけど大丈夫ですか？もしかしたらこのままずっとお忙しいかもですけど、本番中はコメントのメッセージで私たちとたくさんお話ししましょうね。私たちはラバーズハート、恋するハートのチームです。いろんな好きな気持ちを好きな人たちにいっぱい届けたいって思ってます。なのでプロデューサーさん、私たちのハートいっぱい受け取ってくださいね。ではでは、私もシャワーですっきりしてきます。よかったらプロデューサーさんも帰る前に一シャワーどうぞ。すっきりデューサーさんになって公演に備えましょう。それではお先に行ってきます。ランララロン、ララロン、ララララランラン。皆さん、今週も毎日元気に過ごせましたか？オンラインイベントアイドルマスターミリオンライブシーズンエアラバーズハート公演がいよいよ今度の土曜日に開催です。もうすぐ公演、漏れなく開演。私もかなちゃんもラバーズハートのみんなも最高のステージをお届けできるよう今もレッスンに励んでいます。みんなで元気を届けるぞ。とびっきりのハートお届けしちゃいますね。私たちの熱い気持ちもこのカメラを通して、画面を通してお届けしてみせます。なので皆さんもいっぱいコメントくださいね。オンライン公演なのに聞こえるせーん。そうなんです、オンラインなのでお家からでもお気軽にご覧いただけます。というわけでみんなでハートをいっぱい用意して待ってます。それじゃあせーの、ラバーズハート公演よろしくお願いします。もう OK ですか？よかった、さよこさんお疲れ様でした。かなちゃんもお疲れ様、いっぱい歌ってくれてありがとう。きっとみんなますます公演が楽しみになったんじゃないかな。えへへ、そうですか？思いつきで歌ってるだけなんですけど。だからいいんだと思う、心のままに歌うからかなちゃんのハートがそのまま伝わって。私は練習した通りにしかできないから。え？でも私はさよこさんみたいに歌いたいです。綺麗で優しくて、さっきレッスンで怒られたのもさよこさんの歌にうっとりしちゃって歌うのを忘れたからなんですよ。かなちゃんごめんね、ありがとう。今もすごく元気もらっちゃった。プロデューサー、やっ
後の追い込みまだ残ってるよ。え？ああ、そうでした。本番もうっとりで忘れないよ。しっかりレッスンしてきます。それじゃあ私もちゃんと自分で胸を張って歌えるようにラストスパート頑張りますね。行こっかなちゃん。はーい、ラバーズ